彼女たちは全てを差し出したはずよ。だけど想像通り彼女たちに暴力で応えたわね。あなたは全てを奪ったわ。アダム、権力、そう、ラプチャーの全てを。だけどラプチャーでさえあなたを満足させられなかったようね。あなたの父親は世界がラプチャーの秘密を盗もうとしていると思い恐れていた。だけどあなたは違った。あなたは逆に世界の秘密を手にしたわ。彼女たちはラプチャーをあなたに譲ろうとしたわ。だけど断ったわね。その代わりにあなたがしたことは何だったかしら。私があなたに期待してきたこと、それは彼女たちを守ること。でもあなたは彼女たちがなくした喜びも与えてくれた。学ぶという喜び、愛に出会う喜び、そして生きる喜び。結局のところあなたの喜びとは何だったの？あなたは最後まで何も言わなかった。でも私には分かる気がするわ。家族よね。